桑田新コーチ。先日巨人はかつてのエース桑田真澄を投手チーフコーチ補佐として迎えると発表。桑田の巨人復帰は実に15年ぶり。現役時代はノースロー調整やアイシングなど科学的なコンディショニング調整法を積極的に取り入れ、引退後も大学院で投手の動作研究を行うなど先進的科学的な知識を取り入れる理論派として知られています。今回の巨人復帰で上原浩二氏など OB ファンから多くの反響があり、桑田新コーチに対して期待が高まっているんです。そこで一つの疑問が生じました。桑田新コーチは巨人投手陣にどんな影響を与えるのか。というわけで今回の動画は桑田新コーチが持つ指導理論をまとめてみました。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。桑田真澄、PL 学園高校時代は清原和博と共に KK コンビと呼ばれ、2度の夏の甲子園優勝、85年ドラフト1位で巨人入りすると長らくエースとしてチームを支え、21年間で通算173勝をマーク。2007年にはパイレーツとマイナー契約を結び、シーズン途中にメジャー昇格、メジャーのマウンドを経験し、2008年に現役引退となりました。経験、桑田新コーチの指導者としての強みの一つに大きな経験をしていることが挙げられます。ドミージョン手術。1995年5月24日、三塁線沿いのフライを補給する際、右肘を強打し、側副靭帯断裂。治療のため、自身の左手首から健全な靭帯を移植するトミー・ジョン手術を受けました。今では日米ともにトミー・ジョン手術は一般的となっていますが、当時は例が少なく、あまり知られていませんでした。桑田新コーチはこの期間、壮絶なリハビリを経験しており、この経験こそが、これからコーチとして大きな故障をした選手に対しても親身になって助言できるのではないかなと感じます。そして1997年4月6日の試合で661日ぶりに復帰。マウンドに上がった際、ひざまずきながらプレートに右肘をつけたシーンは名シーンとして今も語り継がれています。メジャーリーグ挑戦。巨人退団後、パイレーツとマイナー契約を結び渡米。怪我で離脱しながらもマイナーで好投し、ついに6月9日にメジャー昇格。当時39歳70日でのメジャーデビューは史上3人目であり、桑田新コーチはオールドルーキーと呼ばれました。結局19試合に登板し0勝1敗、防御率 9.43 という成績に終わりましたが、メジャーという大舞台を経験した桑田新コーチは、あんな経験お金で買えない、実際に自分でやった経験と見た経験、本で読んだ経験は全然違うと、自身にとって素晴らしい体験だったと語りました。また先日のコーチ就任会見で、オフにメジャー移籍を断念した菅野に対しても、メジャーを目指したということで、今の彼の心境はすごく複雑だと思うんですね。今年1年ジャイアンツでプレーすることが決まったので、日本一のために全力で投げてもらいたいと思います。そして1年終わったらですね、新たな挑戦をしてもらえたらなと思います。なぜかと言いますと、メジャーのマウンドは素晴らしいものがあるので、そういったことも経験することで、彼はさらに飛躍できるのではと思っています。と話しました。桑田新コーチ。桑田新コーチはこれから指導者としてどんな指導を行っていくのか。過去の対談やインタビュー、就任会見での発言をもとに、練習量、思考力、完投、指導方法の4つのテーマにまとめました。順に説明します。練習量、桑田新コーチはあまり練習をやらさない量より質のイメージですが、以前片岡敦チャンネルに出演した際、桑田新コーチは20歳から25歳ぐらいの若い選手には多くの練習をさせるべきだと語っています。もし俺がプロ野球の指導者になったら、20から25歳ぐらいの選手はもう練習やらせるよ。この時期はやっていいの、むしろやんなきゃいけない、もうやってやって、もう体に染み込ませていく時代なの。でもその前は体ができてないからやりすぎちゃダメだ。でその後もこの年齢とともにね、これも誰もが通る道なんだけど、やっぱり量より質に変えていかなきゃいけない。さらに桑田新コーチはただ闇雲に追い込むのではなく、科学的に追い込むと言います。例えばポール間のランニング20本にしても、ただ走らせるだけではなく、タイムやレストの秒数を決めた上でタイム以内に走り切ることができなければカウントしないといった感じです。思考力、桑田新コーチは東大の特別コーチを務めていた時、学生に頭を使うことの重要性を訴えました。野球は体力、技術と思われがちだが、考えることが大事。野球界には悪しき伝統が受け継がれている。常識を疑い、発想を転換していいフォームを作ろうと、沢村栄治からダルビッシュまで名投手の投球フォームを写真で分析しながら、それぞれの特徴を指摘しました。桑田コーチ自身も中学生の頃に雑誌に載っていた当時甲子園で活躍する投手、プロ野球大リーグのエースを投げている連続写真を切り抜き、ノートに貼って見比べ、エースピッチャーの共通点を見つけ出したといいます。完投、昨年の巨人の完投数はわずか4。
そのうち3はエース菅野によるもの。100イニングを投げたのは菅野と戸郷の2人のみ。先発がイニングを投げられない分、中継ぎに負担がかかります。そういった現在の関東事情について桑田新コーチはこう語っています。これがもしピッチングコーチだったら完投数増やさせるね、先発も。だってな、今中6日でしょ、なんで100球で変わるの。完投の仕方を知らないね、みんなね。完投する仕方を知らないんで、それをこう伝えてあげたら今のねピッチャー陣もできると思いますよ。指導法、桑田新コーチは就任会見でどのような投手を育てたいかという質問に対して、実際の感覚とイメージ、それに科学的根拠の両方を添えて指導したいと語っています。今の時代はテクノロジーの進化で、自分が投げているフォームをすぐにコマ送りで見られる時代なので、自分の感覚とかイメージ、それと実際の動きが一致するというのはすごく大事だと思っていまして、それをすることによって彼らの潜在能力を引き出せると思っていますので、そういった指導をして一人でも多くの選手が活躍してくれることを祈っています。他コーチとの連携、中畑清元 DeNA 監督は桑田新コーチの入閣により宮本コーチ、杉内コーチとの連携を心配していましたが、桑田コーチは入団会見で、指導者としてプロ野球の世界に入って初めてになりますので、コーチ陣の皆さん、そして担当者の皆さんからいろいろ情報を聞いて情報交換をして、チームの課題、選手の課題、どのような強化策が必要なのか、そういったところを考えていきたいと思っていますと語っていました。発言一つにしても頭の良さを感じますし、実際に実現されるように頑張ってもらいたいですね。というわけで今回は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。